ないんだよ。これスケロクさんが倒すと逆に、あー超楽っすね、スケロクさんがここを突破してくれたら。きつい、レミはきついんだけどね。トビさん自体は久しぶりですか、だいぶ。そうだね。あーうまい、あー惜しい。いやよく前風呂入ってたのが偉すぎる、マジで。地味に戦っててもあー、ワンちゃんがね。あーなるほど、打ってくる、暴れる。それこそ今ね、あの和歌山でもクニさん対ツヌーさんが、はい、行われているという。確かに、いや偉いな。しっかりルーグル、しっかりブロッキング。そしてピオル、ルーグレをブロッキング、やっぱここなんですよ。ルーグレブロッキング取れるか取れないかっていうのはやっぱレミセの大きな勝率に関わってくる部分なんだよね。なんか怖い、地味に。いやそうなんだ、これがあるからね。えらい、中盤にしてるあたりマジでえらい、しっかり反撃。そう、最近スケロクさんがね、やっぱり火力を求めてっていう部分もあるけど、全キャラ SA をビエルジュに変えたんで。あれ9はでもフンヌでしたよ、さっきやったけど。やっぱりこれどうなる、うまい、えらい、バンデット壊して止める。マジでえらい、あー立ち上キックがレミで一番速い。サンフレだったっけ。え、あ、サンフレなんすか。確か一番速いんだよ、チェンリーの5番と一緒で。え、マジそんな速いですかね、うん、レミ の, あの立ち上キックって確か速いんだよね。なんであれは優秀、今の選択は良かったと思う。確かなんかいろいろやってるの俺も調べてるの。あ、うまっ、いい台足の刺し方、台足やばすぎだろ今の。いい刺し方してたね、あのネクロの引き弱系みたいなこと。あれも1フレ遅いんじゃないかな、多分サンフレの通常技はレミとチュンにしか持ってないんだ。あ、そうなんだ、うん、あ、打っていく、打っていく、打っていくしか漏れたのか今。まあ漏れたっぽい差はありますね。サマーでいいからね、あれやるんだったら、うん、頑張れ。これはマジでスケロキさんには頑張ってほしい、本当に。ルグレを、それでもやっぱりルグレ打ちに行く、ここはやばい、つらいよ。まだ死なないが、いやでもこれワンブロから死にますよ。一発当たれば、当たればっていうところ。あ、あ、リップから、気合で通してきた、ダイヤシが、いいリープ、いい、ナイスリープ。